然なんですけど、周りと一緒で受かるわけないねんっていう受験生、はい、一番やばい。関東市内の受験情報を何でも発信します、早慶マーチラボ、マナビズの矢田です。鈴木です、お願いします。はい、本日のテーマはですね、はい、マーチ志望このままではやばいです、うん、やばいですテーマでございます、うん、抽象的すぎて何話やばいやばいっやばいやばい言って語彙力ない人みたいにね、もう本当にね、やばいとかうざいとかね、そんなもう言葉使いたくないんですけど、はい、じゃあどういった子がですね、今どういう状況だったらマーチに妥当だねっていうふうに言えて、この状態だったら妥当じゃないよねみたいなことをお話できたらいいのかなというふうに思ってるんですけど、マーチ妥当のラインを読み違えてるとですね、やっぱり今自分が合格には遠いのか、それとも今合格ラインにいるのかって分かっていた方がそれはいいじゃないですか、はい、そこはですね結構模試の、判定とかでは見にくい部分がやっぱり次第ってあるので、うん、 そこら辺をですねちょっとお話できたらなというふうに思ってます、はい、うん、はい、じゃあ篠崎先生、別に数字でもその心構えの話とかでも何でもいいんですけど、うん、どういう、実際過去問を解いてみたりした時の感覚だと思うんですね、はい、今もう夏休み終わります、はい、終わりますの時に、はい、まあ、どんな意識なのか、自分がこう点数が出るじゃないですか、はい、まあ、成果物が出て結果が出て、やったんだけどな、やってるんだけどなっていう受験生、はい、一番やばいと思うんですよ、マジで。めっちゃ多いと思いますよ。めちゃくちゃ多いですよ。落ちる真ん中の6割全員そうです。みんなそういう風に言うんですよ、はい、俺やってるんだけどな、なんでこんななんだろう、おかしいんですよねっていうのが、僕は一番末期症状なんじゃないかなというふうに思っているんですね。だから自分が頑張ってやったんだにもかかわらずこの点数っていうこの認識でいるっていうこと自体がもう危ういですよね。これやってるんだけどなじゃなくて、多分、ね、やりきれてないはずなんですよ。自分の中ではやってるけど、ね、他の人と比べたらやってない可能性もあるんですよ。その辺の他の人との比較の中で自分の頑張りっていうのが足りなかったんだっていう認識のまま終わってしまうっていうのが非常に危険。多分この後も点数が伸びきらないと、やってるんだけどな、やってるんだけどなって続いていくと思います。そうではなくて、もっとやらなきゃいけなかったんだっていうふうにして、今この瞬間にマインドセットを切り替えることができたら、この後もっと違うやり方、もっと量を増やして勉強量を増やしていこうとか、質を高めていこう、もっと頑張ろうっていうマインドになるんじゃないのかなと思います。本当にね、この夏休みの終わりがこのやってるんだけどなから、もっとやろうに変われる一つの分岐点になるんじゃないかなというふうに思いますので、もし自分が今結果が伴わなくてやってたんだけどなと思う人は、もっと頑張らなきゃいけないんだなっていうふうに思いながら、マインドセットを切り替えて秋にね向かっていただけるといいのかなというふうに思います、はい、改めてなんですけど、うん、はい、やっぱりマーチに受かる子ってマーチを出願する子の中で上位2割なんですね、うん、はい、でみんな受かると思って出願出して上位2割なんです、はい、ということは8割落ちるんです、はい、でということは真ん中の中間の6割、ここはですね勉強したんだけど受かると思って出しても受からなかったそうなんですよね、うん、そうですね。で多分下位2割ぐらいはもうそもそもマジで勉強してない子も受けてると思います、はい、ワンチャン受かればいいかなぜ、ギャンブルギャンブル、ギャンブルギャンブル、うん、で上位8割が、まあ、受かると本当に心から思っている、でもそのうちの6割は落ちる、うん、上位の2割しか受からないっていうような、はい、構成になってて、ということはですよ、まあ、当然なんですけど周りと一緒で受かるわけないねん、絶対にね。でも予備校からするとですね、まあ、指導しやすいからマーチ志望の子たちなんだよね君たちはっていう風に、まあ、クラスを作られて箱を作られて、で、そこで、一斉に、授業をしたり、まあ、マーチ志望だったらこういうような、ルートで勉強していったらいいよみたいな指導をされちゃったりなんかして、はい、そういうことをしてですね、それ何か他のうぞうむぞう、ね、勉強しているんだけど受からない受験生と自分は何が違うんでしょうか、うん、どこを出し抜いてるんでしょうか、うん、量的な出し抜き方もあります、うん、質的な出し抜き方もあります、うん、それが明確に自分で説明できない場合ですね、うん、場当たり的になんとなくで勉強していることになっちゃいますよね、うん、そういう子はですね、まあ頑張ったんだけど惜しかったねっていうような結果にしかならないです。これはもうみんなで一緒にゴールテープを切る小学校の運動会そうです
でも酷ですよね、だから酷だと思いますね、大学受験って、うん、はい、酷ですね。だって今までみんなと一緒が正しい、授業の時は絶対前を向いて、うん、時間通りに来て やっていきましょうね、みんなと同じが正しいんだよっていう教育が続いてきたわけじゃないですか、うん、明治時代から今でもそうですよ、はい、ね、ずっとこの教育思想が続いてきた中で、うん、大学受験から急に人と違うように出し抜けって言われるんですから、うん、酷ですよね、うん、でもここから大学受験が終わって大学生になり社会人になったらですね、すぐにみんなと同じだったらダメなシーンがたくさん来ます、うん、はい、だからまあそこのね、一つの練習として大学受験使ってくれたらと思うんですけど、はい、うん、はい、皆さんね、もうここまで勉強しない子にはあの勉強しようぜっていうような活動しないですよ、さすがに、もう救えないんで、うん、ね、でも勉強してるんだけど落ちる層に対して、はい、それは本当に正しいことをやってますか、ね、本当にあのそれは受かる受験生としての量的な部分でも質的な部分でも達成されてますかっていうことはですね、このチャンネルではですね、これからも伝えさせていただこうと思いますので、はい、もしまだチャンネル登録されてない方はぜひともチャンネル登録をお願いします。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。動画を見てくれてありがとう。マナビズムの公式 LINE では早慶マーチの各大学の傾向と対策がわかる早慶バイブル、マーチバイブルっていうのをプレゼントしています。早慶マーチ志望の方は概要欄の URL からぜひ LINE 登録をお願いします。